特に何にも何にもないわ。あ、このつまりは関係ないのかしら。なんか3人で入ってるうちに徐々に詰まっていった感じよね。なるほど。こんなみんな毛量やばいか。本当にそんなに。なんかこれが情報で出るって何かあるのかなって私思っちゃったんだけど、違うのかね。どうなんだあ、待って、もしかしてさ、のぞみうんこ漏らしたんじゃないの。なわけねえだろ。私がトイレでめっちゃあの奮闘してる間に我慢できなくなって、待って、あの、あ、いや、やからうちがシャワー浴びてる時も、うん、酒は悪かってん。だって完全に詰まったって書いてあるんだよ今。だ、大きな要因があるのかと思って。そこでタバコを吸ってそこに捨てたか、うんこしたのかなって思って。まあ、ちょっと待ってね、それだったら多分に匂いでバレると思うんだ。多分そんな情報ないよ。そうか。そうか。それはちょっとごめん、あの、私の思いつきだった。ごめん。しょうがないよ、確かに。私も。ごめんな。ちょっと笑ってもうたわ。いや、私がこう、変われなかったばっかりに、お腹、もう我慢できなくなっちゃったのかなって思って。いや、私はそんなに大急ぎではなかったから。そうだったんだ。多分それではないよね。そっか、確かに匂いがあったらなんか匂うみたいにありそうだもんね。だってこんなにタバコの匂いが。あ、すごい、うちある。やめなさい。でかすぎる、でかすぎるわ。うんち用意されてんだ。へえ。みんなもしかして。これはわしが今持ってきたんだよ。ネットから持ってきた。